はい、どうも皆さん、こんにちはす、ムーすけです。信長の野望、新世 PK、 愛の不時着、戦国をかける夫婦、秋山信友、お通夜の方編、続きをやっていきたいと思います。はい、イフストーリー、もしも信玄がね、二人の婚姻を喜び独立させてくれたらという形でね、武田に臣従する形で独立勢力となりました、秋山信友お通夜の夫婦。ちょっとずつね、領地を増やしましたが、常に織田からの脅威にさらされております。はい、ということでね、前回はやっと徳川の城をね、安城城を落とせたところですね。ただその瞬間ぐらいに織田家が、今織田家はね、朝倉攻めをやってるんですが、そっちに忙しそうなんですけども、なんかね、残ってるこの動揺になってるのはうちに敗れた舞台ですね。でそれ以外の城からなんかね、8000ぐらいだけ、金山城狙いに出てきたところです。まあ8000ぐらいなんでね、軽く、追い返してしまいましょう。でその後もう一度ね、徳川を攻めたいですね。岡崎、吉田ぐらいまではさすがに欲しいかな。で武田もね、今攻めてまして、浜松城、甲状腺でもし武田がね勝ってしまうと、もしかしたら威風で岡崎まで落ちてしまう可能性があるんですよね。徳川の武将プラス、城3つ4つが武田に行ってしまうと、うち全然強くなれないみたいなね、結構運命の分かれ道になる甲状腺、もうすぐ始まろうとしてるところです。それではね、まずは防衛に向かいたいと思うので、舞台を騎乗させていきます。はい、戻ってまいりました。舞台ね、戻らしましたね。で岩村からは2部隊出したんで、金山の舞台出せば、6部隊になりますね。国衆も出すかどうかやけど、まあ敵がね3部隊しかいないのでいけるかな。6部隊対3部隊やけど、7000と7200、まあいけるか、いきましょう。部隊数有利でね、なんとか倒していきたいと思います。さあ大将は蒲生氏郷、銀のナマズを兜を持ってますからね、一番槍取られないように注意したいですね。我が国たち、話が勝手にせよぞ。抜き口がここ一箇所だけ、佐久間がね、前に出てきてくれるなら戦いやすい。いかにすべきか、ご命令を、どうかご命令、ご命令とは動かす、続け、ご命令、軍を動かす、続け、加藤吉之助です。素晴らしい、敵を攻撃する、こちらに、佐久間さん、こちら動かす、続け、はぁ、いざ進め、攻撃を断る、今までこんなに決めたか、はい、まずはね、蒲生に一箇所軒口は攻めさせております。こっちはね、落とされなければ大丈夫のはずで、狙うはここの軒口なんですけども、混乱をね、うまくぶっ刺して、そのうちに
殴りに行くみたいな展開が理想ですかね。いかにすべきか。さあどうなるか見ていきましょう。喜ばしいですな。佐久間がねだいぶ守りに戻っちゃってんのが厄介やな。さあ1箇所落とされて混乱。逃がすはなし。何ですか。鉄砲隊敵を打ち払うぞ。ん、あ、しかもナマズをカブト発動されてもた。やってもた。え？ここでここでやん。ミスったな。いかにすべきか。こちらに動くぞ。続け。お味方が不利です。何をする。おつや防御。こちらに兵らよ、こう進めるぞ。我が戦闘の綺麗さ、その身で確かめよ。我が軍略にてこの戦決してみせ。よし、ここが取れたら、そう簡単には舞台戻ってこれないはずやから、皆の者、愛路を塞ぐぞ。差がありませんぞ。さ、混乱を打ち込んで。我が先方にて崩れるがいい。そんなまさか。はい、敵を退けます。さ、軒口殴り始めましたね。この戦場に示さん。敵を決めます。おっと、秋山引っかかっちゃった。だ、逃すはなし。まあ主勢に回す。まあ大丈夫かな。これで決めてやりましょう。おつや撤退したとて。なんとしたとてじゃない。よしよしよし。素晴らしい。多分危なかった。怖くてそっちの方見れんかったけどね。よし、まあまずはこんな感じで一発勝利を勝ち取っていく。うん、うちの方がダメージでかいな。うん、ただこれでね、また動揺が広がってくれたのが美味しいですね。よし、じゃあ、あ、浜松落とせてない。長篠も囲んでるけどどうやろうな。織田の援護来てますね。じゃあまあ騎乗して岡崎攻めちょっとやっていきましょうか。はい、戻ってまいりました。今舞台をね動かし始めたところですね。要件を申されよ。援軍もらいましょう。今織田が浅井攻めをしているということでね、今がチャンス。2部隊話を聞くとしよう。2部隊やったような気がする。2部隊5100。確信した。いけるかな。よかろう。というのもね、岡崎城が攻城戦できる防衛の城にね変わりましたね。長篠から岡崎に移してきましたね。あ、真田昌幸の舞台貸してくれてる。プラス仁科。5000か、2万5000ぐらいになるか。
いけそうな気もするかな。よし、じゃあ部隊を集結させていこうと思います。部隊をね、進軍させていってまして、あとは安城城の部隊とここの国衆出そうかなと思ってました。で、徳川がね、防衛に4部隊プラス織田からの援軍要請してたんですが、またね、今回武田めちゃめちゃタイミングいいんですけど、浜松城攻め行きましたね。兵数が減ったから反応したっていうことなんですかね。で、結構な部隊出てる。いや、これがでかいだけか。北条は出してないもんね。この辺の部隊出せば浜松落とせるやろうに。で、徳川のね、家康が浜松に戻った。で、酒井忠次が浜松行ったと。なので、うちとしてはこの榊原と国衆、あと織田の援軍を倒せば岡崎城攻城戦ができると。もう願ってもないタイミングで、2箇所からかな、2箇所から殴りに行きたいので。嬉しきことよ。お、前田玄義が下るかも。あ、お金がないわ。どうかご命令。安城城の部隊もこっちから回り込ませましょうか。城を奪ってみせます。よろしいでしょうか。山内上杉、武田と北条。あ、北条が武田の敵になっちゃった。マジか。大丈夫か武田。攻略目標にした城を1回攻略する。わかり申しました。 OK。 さあ、合戦が出たので行きましょう。8対4。OK、 これでできるだけね、兵士を損なわないようにいきたいですね。ここで5000とか食らっちゃうと、さすがに攻城戦が不安になる。せめて2万5000は残したいな。軒口破壊でしょうね。少し食らいたいわ。武田の牙ぶつけるのは嫌。武田の我が軍の見せ場か。誰を落とせよ。いかがしましょう。少し工夫を加えますね。お命令とは。よっしゃ、うちを巡りますよ。攻め潰してくるよ。はい、領主を取りに行く。さあ、一番やりはお通夜の方。我が部の見せ所か。敵の軒口を攻め取らん。何をすれば。軍を動かす。続け。こちらに。いざ、我が部をこの戦場に進めさん。よし、攻撃入った。我が部が優勢です。矢にて敵を崩す。はっ。敵がの菊池、進め。うん、貴重な戦力は大きく口を守るのだ。兵らよ、こう進めるぞ。なんたることよ。
な、まさか。よし、まずは榊原倒しまだ足りない。オッケーオッケー、ご命令とあらば。敵に痛手を与えます。混乱を入れに行く。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。お指図、敵の軒口を塞ぐ。続け。いかがしましょう。敵を蹴散らすぞ。狙うは敵の軒口を。これが我が戦法よ。狂い立つがよい。通り過ぎながら混乱入れましたね、今。我が軍さ、優勢です。一箇所落としましたね。わしの軍略、今ここで使うべきものよ。オッケイ。我が先行、今こそ受けるがいい。よし、投手打ち決めて。敵の軒口を奪うぞ。頃はよし、今ですぞ。我が部の見せ所か。青木さんの木口落としで勝利ですね。我が軍略にてこの戦してみせ。晴れ晴れシーズン。 OK、 2万7000残した。はい、織田徳川の防衛のね、連合軍を倒しましたね。よしよしよし、これはいい感じ。威風の弱発生している。まさか、ありえませぬ。ではかかるとしよう。さあ、これで工場準備整ったと。行きましょうか。浜松はまだまだか。8部隊対6部隊。ん？ 6 点もいんの？いけるかなこれ。大丈夫か？よし、結構ね、際どい戦になると思うんでね、セーブしてまいりました。やりましょう。本田忠勝のね、無傷の誇り発動させてしまうとかなりもうやばいですね。連続でボンボンボンってね、やられかねないんでね、気をつけていきましょう。岡崎城、平城ということでね、攻めやすそうです。やっていきます。ガタバイを壊滅させず、ここは軍学陣で忍び行きましょう。配置はこんな感じか。ここに正論がある。じゃ全部対抗回らそうか。我が部の見せ所か。ご命令をください。はい、うん、先へと向かおうぞ。何をする。次は、次は9箇所。お礼を願います。こういう動きして、こちらにみんな、みんなこの道を動かしていこう。はい、それではね、見ていきたいと思います。目標がね、この旧御所と文革人、忍び人将をね、部隊壊滅することなく落とすことができれば敵が降伏解除してくれるらしいのでね、それ狙っていきたいと思います。これが我が戦法よ。さあ、押し合い一番やり。我が戦法、今こそ受けるがいい。
忠勝出てきてるわ。いやいや危ない。攻め潰してくれよ。代わりに戦いましょう。軍略でもって決めてくれよ。何か手を打たねば。疲れてきたな。ご命令を。軍を動かす。続け。試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。やったぞ。よし、まずは一箇所取りましたね。でーん。で次はこのまま忍び陣所行きましょうか。まあ一発混乱は食らうけど、まあしゃあないやろ。ご指示。福永さん、こうだ。じゃあ正幸の舞台余るな。距離引き打ちに行こうか。少し工夫を加えますか。忠勝に使おう。距離引きは我が軍略にてこの戦決してみせん。で西名と交代。命令を下され。これは負けかねん。はい、救護所落としましたね。よし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 、こっちはもうほったらかしで大丈夫。あとはね、ほんま忠勝とね、ここにいる半蔵のね固有戦法を受けないようにしていきたい。この軍略でもって決めてくれよ。さあ光力清永倒していく。この好機失えぬ。これは勝ちでしょうね。敵を蹴散らすぞ。あとは部隊が壊滅しないように。でこのまま行きましょう。我が策あらば負ける。皆も力を振るうのだ。お、忠勝が出てきたか。少し工夫を加えますかな。厄介ですね。距離引きを打ちに行きましょう。もう進めるぞ。陣が乱れては戦えぬわ。敵も味方もなし。はい、距離引きを打ってさらに忠勝の部隊混乱。少し工夫を加えますか。で離れる。さあ忍び陣所壊してくれ。急げ、頑張れ。やばい、トンボ切り。撤退すんなよ。ここに水産。喜ばしいですな。 OK OK。 はい、ということでね、本田忠勝降伏許しましょう。これ忠勝が下ってくれたらね、そのまま岡崎城任せよう。これは激アツ展開。もう戦ったぞ。あ、減少兵力少なかったな。やっぱし平城は攻めやすいですね。あ、そっか、イフさらに
さらに来た、さらに2条来た。なんたることか。あ、これは嬉しい、我らが城を、これは嬉しい。敵将、我が手に落ちた。お使いしよう。お使いできません。忠勝だけか。拾った命、無駄にはせぬ。ありがとう。組頭からか。まあ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 。あ、徳川の武将手に入る？士官、寝返り士官。おお、石川一馬さん。精神誠意、お使いします。いいですね。あ、足立背も高い人来た。あ、いいですね。うん、このね、城主確約の石川さんがね、ちょっと出て行ってしまう感じになっちゃうから、その後釜候補も必要ですからね。浜松、これはさすがに武田が落としちゃうかな。もう織田の援軍も来ないからね、さすがに落ちるよな。横取りめっちゃしたいですけどねめちゃくちゃ横取りしたいですけどね。1万4000来てるもんな。まあまあいいか。要件を申されよ。援軍どこでもらえるの。あ、こっちか。よし、ということでね、今回は以上にしましょう。徳川の武将が入らないのは厳しいですけれども、それでもね、今回三条取れたのは結構でかいかもしれない。うん、うちの城が2、4、6、8、8個になったんで、中規模の合戦ならね、もう地部隊だけでできるようになりますね。でかい。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。コメントお待ちしております。はい、それではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。アリアスー。